英文法が苦手な人のための攻略法、一冊終わらせたはずなのに、まあ、全然英文法知識が身につかないっていう人たち多いですよね。進むのが遅すぎる。始まりました、もちゃちゃんね。さあ、今回はですね、英文法が苦手な人のための攻略法っていうのをやっていきたいと思います。この9月に入りまして、ほっと英文法できない人が多い。もう苦手な人多いじゃない、英文法の問題全然解けないよっていう人いっぱいいる。じゃあどうすりゃいいのかっていうね、その解決策を伝授していきます。まあ大学入試においてね、もう英文法はね、完成、完成って言っても終わりはないものなんですけど、実はね、研究してったらキリがないんですけど、と一応ね、大学入試まではここまでできてりゃいいっていうものはあるわけですよ。で、そこに達することができない人たちの特徴をね、ちょっと話していこうかなと思います。まあ、全然英文法知識が身につかないっていう人たち、まあ何かしらね、木地先生のね、英文法だったり、大岩先生のね、一番最初のこのすごい基礎的な英文法を勉強したんですけど、そっからね、まあ読解のための英文法に行ったりとか、ポラリス1だったりとか、まあね、ネクステとかヴィンテージとかさ、ああいうものやり始めてるんですけど、全然できるようにならないです。全く解けないです。一冊終わらせたはずなのにって人いっぱいいますね。そうなんですよ。まあよくね、夏までに必ず単元別の勉強はね、終わらせておきなさいって言うんですけど、まあ終わんないですね。ほとんどの人が単元別の勉強間に合わない。で、結局どうなっちゃってるかっていうと、今頃からヴィンテージとかネクステのような単元別の問題集やり始めてるなんて人がたくさんいるわけですけど、じゃあまずですね、一番のこのね、できない人たちの特徴っていうのはですね、遅いんだよ。とにかく進むのが遅すぎる。で、進むのが遅すぎるとどういうことが起こるか、まあね、予備校とかでね、週に1回しか受けてないとかって人多いじゃないですか。そういう状況でやってしまうとどうなるかっていうですね、いつまで経っても定着しないんですよ。だ、参考書とかをさ、まあ今からね、こう英文法の勉強しますとかってやって1ヶ月ぐらいでね、大岩先生の本とかさ、終わらせるわけですよ。で、文系、時制、順動詞、関係詞みたいなのをさ、順番にやっていくわけじゃないですか。で、もう遅すぎるから、関係詞入ってる頃にはもう文系とか時制のこと忘れちゃうんですよ。仮定法やってる頃にはもう順動詞のことは忘れちゃう。そうするとどうなるか分かりますよね。よし、終わった、この一冊できたよ、もう超基礎はできたから、これから問題演習だ、さあポラリス1、さあ時制問題だ。覚えてないんですね、もうね、すっかり忘れちゃってるわけですよ。あの時制をやった時はちゃんと覚えていたのに、まあ授業を受けててね、時制の授業を受けてすごい分かりやすかった、を完全にマスターしたぜって思ってたのに、問題演習入ってる頃にはもう忘れちゃってるよっていうね、いっぱいいます。それでまあまあ一生懸命やっていくわけじゃないですか。で、問題でなんとかねできていって、覚えていったと、また一からね、時制こうやってやって、ああそうだって復習しながらこうやってやってった。で、ポラリス1終わった、やったよ、仮定法も終わったよ、文系終わったよって言って、さあ次のレベルだって入った時にはもう最初の時制忘れてるってわけですよ。これじゃいつまで経っても進まない。9月から2学期からっていうのは普通はですね、出題形式別に移るんですよ。単元別だとここの単元ね、ここ2不定詞だから、あどうせ不定詞が正解だとかなっちゃうわけじゃないですか。でも実際の入試問題っていうのはバラバラに出てくるわけで、何が出てくるか分かんないわけで、だからポラリスだったらね、ファイナルがあるわけですけど、出題形式別でバラバラに出てくるっていうのをやるわけですよ。で、その時にはもうまた時制忘れてるわけです。順動詞忘れちゃってる、順動詞の問題できたら解けないっていうのの繰り返しです。だから終わったと思ってるんですけど、参考書ね、参考書やり終わったと思ってるんですけど、終わってるのはあなたの知識です。だからね、これがね、すごく見てて思うことなんですよ。やっぱりどうしても予備校で僕上のクラス担当してることが多かったんで、その文法もできちゃってるっていう人が多かったんだけど、今もうやっぱりいろんなレベルの子を見るようになって、まあ特に一人一人見ることも多いので、英語の得意不得意とかの前に、これが問題だなと思ってて、で、当然さ、一教科だけじゃないわけじゃないですか。他のこともやらなきゃいけない。で、学校だったらさ、夏休みは夏休みの宿題があるし、で、さらには学校の中間テスト、期末テストなんていうのがあるわけじゃないですか。それに時間が取られてしまう。そのせいでやっぱりどうしても英語の進みが遅い。他教科があるし、ね、夏も終わったんだし、履修も始めなきゃいけないとかっていう人多くて、結局ネクステとかやったところで解けない、出題形式別に入ったところで解けないっていうのが頻発してるなって思ってます、今見てて思ってる。で、だから長文さえできればいいんだから自分はって言ってるけど、長文の中だって文法問題出てくるし、そもそも文法できないと読めない文なんかいっぱいあるわけじゃん。だから太刀打ちできない。これが文法問題解けない人、英文法できない人の特徴のうちの1個目なんですよ。やっぱ遅すぎる。だからペース上げなきゃダメですよ。マジで。本当に1週間とかで基礎的なものを終わらせる。そして同じように問題演習もそれぐらいのスピードで終わらせていかないと、知識忘れちゃってるんだもん。これがやっぱね、気がついたことです。やっぱ速度大事ですよ。舐めないでください。あなたの記憶力知ってるでしょ？忘れちゃうんですよ、どうせ。だから何度も出会わなきゃいけない。
そう、何回も何回も出会わないと忘れちゃうから、だから復習は大事ですよ。だからね、当然何度も復習すること大事だし、またその単元に出会わなきゃいけない。出題形式別でやってても何度も出会わなきゃいけない、じゃないと忘れてっちゃうから、どんどん。だからこれがね、まあ出会いを増やしなさいっていう理由のうちの1個なんですけど、じゃあ英文法ができない人、何度も出会ってください。で、続いてなんですけども、単語がそもそもできてない。あのね、やっぱね、単語が分かってないと文法問題って解けないんですよ。これやっぱり下を教えるようになって気がついたことですね。そう、英文法の問題集、ね、最初の、まあ、大岩先生のものだったりとかさ、伊人先生の一番最初の下のレベルって単語簡単なんで、そんなに困んないんですよ、進めていくときに。文法の勉強してるときに単語は分かってる状態で進めていくわけです。でも、そのポラリスだったりとかの問題集に入った途端にですね、その問題集に出てその問題文中ですねにある単語が分かんない、だから解けない。品詞も特定できないから文型も分からないし、もう当然意味使わないと解けない問題なんかいっぱいあるわけじゃないですか、まあ、昨日だってソファーっていうのが出てきて、ソファーが分かんないから現在完了形選べないとかっていう風になるわけですね。だから単語や熟語のレベルがそもそも足りてない、その問題を解くレベルにいってない。これはまあトイックとかでも同じですよね。そもそも問題文の単語意味分かんなかったら解けないわけですよ。これした単語熟語から逃げないでください。文法だからいいやじゃないんですよ。単熟語できてないとそもそも太刀打ちできないんですよ、文法問題って。だこの2つがやっぱりこう下の人たちを見るようになって思ったすごく大きいことですね、うん、単語分かってない、単語できないから進まないんですよ。文法問題解いたところで解けないから、解けないってことは時間かかっちゃうってことですよね、一問一問に。で、復習するって言った時に文法の事項だけ覚えればいいんじゃなくて、その問題文中に出てきている単語も覚えなきゃいけないので、もっと時間かかっちゃうんですよ。で、時間がかかるってことはまた同じ文法事項に出会うまでの時間が空いてしまうってことなんですね。とにかくやっぱり知識不足による遅延ですよ、これ。どんどん遅れていくことによって出会いがなくなり、記憶に残らない。まあ、これがやっぱね、英文法苦手な人の特徴だなって思った。どうですか？これってあんま言われてないよね。これね、あ、そうだなって思った人はぜひ反省してください。続いてめっちゃ思うのが、ルール作りがちだなって思って、自分勝手なルールめっちゃ作るよね。なんでなんだろうっていうぐらい、やっぱりこう来たらこうだっていうルール作っちゃう。だからよくいるじゃないですか、 SVC 勉強して SVO 勉強したらもう SVO しか見えない。 SVC が来てるはずなのに自動したす副詞が来てるはずなのに全部 SVO って書く人いっぱいいますね。 Go home VO って書いちゃう人いっぱいいますね。 He's a doctor SVO って書く人いっぱいいますね。もうそれも V 来たら次は O だっていうルールが頭の中に勝手にあるからですね。そう、こういう人はですね、危険なんですよ。過剰反感っていうんですけど、ルールをもう勝手に作って一般化しちゃう。それに関しての質問めっちゃ受けるからね。どういうことっていうのね。例えばね、これね、質問を受けてびっくりしたやつのうちの一つですけど、あのほら、almost all of that とかさ、most of that 複数名詞とかってあるじゃないですか、ほとんどのっていうので。あれほら、of の後ろにこれね、the 必要なんだよっていう風にね、習うわけですね。で、もう of の後ろには the が絶対来るって思っちゃってる人いっぱいいるの、これね。質問を受けて意味が分かんなかった。先生、オブの後ろにはザが来るんじゃないですか。まあよくね、ほら、ザ名詞があってオブ、そう、オブがかかる場合の名詞ってザがつくことが多いんですよ。オブが就職してる場合って、まあザがつくことが多いんだよっていう風に説明するわけ。まあ限定のザとか予告のザとかいろいろ言われるんですけど、ことが多いんだよ。だから英作文の時とかつけといた方がいいよっていう時に、え、オブの後ろにザをつけるんじゃないんですかとかって質問来るんですよ。へ？ってなるんですけど、ある時気がついた、あ、このルールを一般化してるんだって思ってね。こういうことって山ほどある。だから関係代名詞勉強してね、関係代名詞の目的学は省略できるんだよって言って習ったら、もう主格も省略しちゃうとかさ、出てくるわけです。まあまあできる場合はありますけどね、もう何でもかんでも主格省略しちゃうとかっていうのが発動したりするわけですよ。もうびっくりする、こっちは、どうしてとかね、なったりとか、あとほら、未来のことを表す場合は to 不定詞だとかって習ったりさ、と、もう何でもかんでも to にしちゃうとかね、 avoid、 あ、これからすることだから avoid to do やっちゃう人いっぱいいますね。まだこれめっちゃよく出題されるわけですよ。 refuse to do で、なんとかするのを拒むだって言って reject to do ってやっちゃうね。 reject ing ですけど、そう、だから何でもかんでも一般化しちゃう。危険、めっちゃ危険。そこをついてくる問題とかいっぱいあるからね。だからよく言ってる、いやいやいや、勝手にルール作らないで、勝手にルール作らないでってすごく言ってます。で、最後にやっぱり品詞ですね。品詞の役割、いつまで経っても覚えられない。名詞、形容詞、副詞の役割、これはトイックでも同じですけど、覚えることができない。一体どういう働きをするのかがずっとわからないままでいる。そのまま構文とか取れずに終わってしまうっていう人が多い。で、この間もね、そう、武田塾の先沼子言ってたんだけど、なんとなくわかるんですけど、でも塊になったらわかりません。 SVOC 触れません。句と節塊で、ここが O になるとかここが C になるってわかんないんですけど、そうね、句と節わかんなきゃダメですよ。塊で名詞になるとか、塊で形容詞になる、塊で副詞になるとか、ああいうのを理解できない。で、ほとんどの人はこれ
です。ここで終わりですね。だから中学校2年生の英文法では分かりません。これ何度も言ってますけど、大学で勉強してる人、英語の先生になる人もここでつまずいてます。だから教える側になって初めて気がつく人いっぱいいるからね、クト説って。そう、塊で名詞とか塊で形容詞って見えないんですよ。その目を持たないとやっぱね、先に進めない。だから今言ったのが、まあつまずいてる人たちを見て、すごく思うことです。もちろん細かく分ければいっぱいあるけどね。これらが、まあやっぱ主な原因だなっていう印象ですね。どうですか皆さん、他にも多分あると思うんですけど、自分はこれでつまずいちゃってるとか、周りの人これでつまずいてる、自分教えてるんですけど、こういうのでつまずいてますよっていうのがあったらね、ぜひコメント欄でシェアしてください。ということでね、まず単語とかちゃんと覚えて、早いスパンで回して何度も出会うこと、そして勝手なルールを作らない、書いてあることを忠実に理解する。で、その時にちゃんと品詞の役割が分かって、塊、句と節の役割が分かるっていうのを意識して勉強してください。そうすると一気にねできるようになりますからね。で、ちゃんと自分で説明できるようにすることですよ。これがもう絶対だからね。ただただね、分かりやすい授業とか分かりやすい参考書読んで、あ、分かったっていう、分かった気にならないように気をつけてくださいね。そう、自分でできる、自分で説明できるようにならないと初見の問題に対応できないですからね。はい、ということでした。このレベルに達していますか？自分の勉強を見直して、また9月から頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。